ち上がり3分、まあ、このゴールが試合の流れを一つ決定づけましたでしょうか。そうですね、少し早い時間に点数が入りましたね。はい、はい、このママドゥバのクロス、最後はガブリエル・ゴンサレスが、失礼、マルティネスが、触っていました。これがゴールになって1対0先制。キックのスピードも、それからそこに入り込む目もいい得点ですね。はい、そして14分です。右サイドからのフリーキック、左足のベガ、この軌道クロスバーを叩いてゴールイン。いや、素晴らしいスピードボールですね。まあ、非常にこうまっすぐ素直な軌道で叩いていきました。はい、そして16分です。バルセロナは右サイドママドゥバから、ここでビクトル・ムニョスのこれドリブルですね。そうですね、剥がすプレーがですね。はい、そしてこの落ち着きですよ。最後はマルクテラスのシュート。このゴール前の冷静さですね。そうですね、本当に落ち着いて自分でシュートコース作って流し込んでますね。はい、そして22分です。バルセロナは中央から、本当に幅を使って動かして、そしてこの彼のスピード、ちょっと1対1じゃ対応ができしきれないですね。クロスに最後飛び込んで見事にこれ4点目オンゴールという記録にはなりましたけれども、これで前半4対0で折り返します。エンド変わって後半、このチャビシモンズも含めてまた、選手を変えてきましたバルセロナ。そうですね、またちょっと違うタイプで、違いを生み出すプレーをする選手が出てきましたね。このプレーなんか前ですね、このチャビからワンツーで、そして最後抜け出してのシュートと、まあ、そこはやらせませんでしたけれども、このパスワークです。こういう動きもいわゆる相手を剥がすわけですね。出していくふりをして止まることによって、自分でスペースを持ちますね。まあ、最後ムニョスへのパスでした。いや、素晴らしいですね、仕掛け。もうまず簡単の声がこう出てしまうというね。ただ逆にこれがカウンターになってシュート、はい、これが決まります。ウェトゥー、いや、このゴールは彼の本当に宝物になると思いますね。でそれを宝物として飾っておくんじゃなくて、僕はこれを力に変えて大きく成長するんじゃないですか。はい、期待したい選手ですね。まあ、おそらくベトナムに帰ったらバルサからゴール奪ったんだってって言われるんじゃないかというふうに思いますが。そうですね、はい、そして23分 FC バルセロナはこのオレのゴール、センターバックですよね。はい、しっかり突き刺しましたね。まあ、これが後半の唯一のバルサの得点ということになりました。